はい、おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。今日はですね、久々の女性のゲスト、あのユタさんに来てもらっております。はい、こんにちは、ロサンゼルスのユタです。はい、どうも。今日も僕の家に来ていただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単にユタさんの、はい、まあ、YouTube やられてるわけなんですけれども、はい、簡単にちょっと自己紹介させてもしてもらってもいいでしょうか。はい、私今年でロサンゼルス10年目になります。ユタと言います。ですね、レストランで働きながら、日本からいらっしゃる方にロサンゼルスの観光情報等を YouTube で発信していて、ガイド等もさせていただいてます。ありがとうございます。いや、もう最近登録者ね、もう1000人も超えられて。はい、やりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ1年しかやってないんですよね。そうですね。でも、私あんまり投稿頻度が浩平さんほどはないと思うんですけど、はい、はい、やっと1000人行くことができました。いや、でもすごいですよ、はい、今ね、今撮ってる時点では1200人ぐらい、まあ、いらっしゃる感じで、はい、もう素晴らしいです。いえいえいえ、細々とやらせていただきます。で、まあ、僕自体も本当に、まあ、勉強をユタさんのチャンネルで見させてもらって、まあ、勉強させてもらってるんですよ。ありがとうございます。はい、で、まあ、詳細欄に貼っておくんで、もしよければちょっとユタさんのチャンネルも見ていただければなとお願いします。思います。はい、で、今日はですね、まあ、僕のチャンネルっていうのは、まあ、お金のことをちょっとよく話しているんですよね。はい、そうですね。はい、で、ちょっとレストランのことを、今お仕事されているレストラン、さっきちょっとちらっとお聞きしたら、なんか金額が結構すごいっていうので、まあ、僕は個人的にすごいと思いましたし、はい、まあ、他の人たちも思うんじゃないのかな。そして僕の周りでも今ちょっとレストランちょっと働いてみたいっていう人、まあ、結構多いんですよ。うん、まあ、事務職の友達とか多いんですよね。でもそんな中、はい、ちょっと知らないよ、レストランやったことないけれども、なんかちょっとそれなりに稼げるんじゃないのっていうのを、まあ、聞いたっていう人が多くて、お話しさせてもらってもいいでしょうかね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、今10年目なんですよね。今年、2011年にこちらに引っ越ししたので、はい、10年目になります。10年目、はい、はい、それで、はい、もう来てから来られてからずっとレストランで働く、レストラン中心に。そうですね、最初の頃は、まあ、インテリアデザインもちょっと興味があったんで、まあ、学校に行きながら、まあ、やはり日本人なんで、日本語はちょっと使えればいいかなっていう思いともあって、日本食のレストランで、まあ、パートタイムで働いてたんですけど、うん、まあ、数年前までは結構がっつりフルタイムでそちらで働いてたんですが、はい、はい、そんな感じです。なるほど。ユタさんはまずその週、まあ、フルタイムで働くと大体1日何時間ぐらい？ですね、フルタイムで、まあ、私が働いてる日本食のお寿司を売ってる日本食のレストランなんですけど、ランチからの営業で11時入りの、まあ、ランチ営業が2時半で終わって、そこからまあ片付けとかがあって、まあ、3時半までランチが終わります。あ、ランチ営業ですね。はい、でそれで、その後、まあ、1時間か1時半間半ぐらい休憩があって、はい、ディナーがまあ5時から、お店が閉まるのが10時か10時半ぐらいなんで、そこから片付けも入れたら11時とか11時半とか、遅い土日になると12時になっちゃうこともあります。なので結構拘束時間が長いですよね。長いと思います。はい、なんかもうその中抜けの休憩時間も車で仮眠取ったりとかすると、はい、もう11時から帰るのか夜中の12時とかになると、もう拘束時間が12時間以上になっちゃう時もあります。でも実働の労働時間は1日で、まあ、でも多いと10時間ぐらいになっちゃう時もあると思います。10時間ぐらい、はい、ほんで、まあ、時間給はまあ大体で、まあ、時間給はあと大体、まあ、日本食もまあどこのレストランも大体、まあ、最低賃金にちょっと毛が生えたぐらいになると思うので、まあ、ロサンゼルスの最低賃金は、まあ、雇用人数にもよるんですけど、今は13ドルから14ドルぐらいなんですね。で、まあ、ちょっと長年働いてると15ドル、16ドルもらえるところもあると思うんですけど、はい、ま、そんな感じです。あ、まあ、大体やっぱり、まあ、ちょっと長く働いても15ドルとかそれぐらいですよね。なるほど、はい、で、まあ、それに働いた時間ということで、まあ、そうすると、まあ、ちょっとチップは置いといて、その時間給だけで、まあ、大体2000ドル一月で超えるかな。そうですね、フルタイムで働けば、はい、フルタイムで働けば、はい、はい、で、まあ、2000ドル超えて、でそして、まあ、チップっていうのがそのレストランには発生するんですよね。そうですね、もうレストラン業で働いてる方はもうほとんど時間給よりもチップで働くっていう方がほとんどだと思うので。あ、そうですか。はい、へえー、
そのチップってちょっと僕の友達とかで聞いた話だと、いやそんなにもらえないとか聞いたんですよ。まあ、それはちょっと小さなレストランだったんですけど、はい、店にも よりますね、すごい、はい、あ、ゆたさんの働かれているところは結構大きな、そうですね、私の働いてというか、まあ、今のところは結構流行っている日本食のレストランなんで、お客さんもまあコロナの以前以上に今戻ってきている状態なので、あとまあ物の値段がすごい上がってるじゃないですか、すあとはそのなのであの食事の値段も上がるので、チップを払うときに全体の例えば 20% だったりをチップを置いてくれるとしたときに、合計金額が高くなってるとやっぱチップもその 20% になるので、前よりはちょっと上がったりとかもしますよね。なるほど、はい、そうするとじゃあ、まあ例えば、まあ、20ドルの、まあ、お料理が出てくるとした場合、はい、まあ、それ、まあ、それ食べますと、で大体チップはいただけるのは、20% いただい20% チップいただいた場合は20ドルだと4ドルになります。4ドルですね、はい、でそうするとそれ4ドル、まあ、そのチップがそのウェイトレスさんということなんで、そうですね、はい、それもう丸ごといただけると。そういうわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないんですか。はい、ですね、はい、アメリカで働いているウェイトレスね、アメリカの、レストラン、だいたいそのダイナーだったり、アメリカ人が経営しているレストランっていうのはテーブル制っていうのになっていて、はい、自分が担当したテーブルのいただいたチップはだいたい 100% まではいかないかもしれないですけど、自分がほとんどもらえます。なので私が浩平さんが座ったテーブルにサーブさせていただいて、浩、はい、平さんがもし私にじゃあ20ドルチップをくれましたって時は、だいたい20ドルのほぼ全部は私が一人がもらえるっていう形なんですけど、はい、日本食のレストランはですね、はい、寿司シェフ握ってる寿司シェフ もバーカウンターがあって、寿司シェフもサーブをしたりするじゃないですか、はい、お客さんにサービスを提供する人もいるので、はい、日本食のレストランはプール制といって、はい、全ての、サーバーと寿司シェフ等で後でみんなで割る、みんなが同じ金額をもらうっていうプール制を使用しているところがほとんどなんですね、はい、なので、私が担当させていただいたテーブル、他のサーバーが担当したテーブル全部のチップを合計して最終的に割って、みんなが一人ずつ同じ金額を持って帰るっていうシステムが多いんです。日本食レストランでは多いと。そうですね、はい。ああ、それ知りませんでした、はい、で知らない方結構多いと思うんですよね。結構いると思いますね。なのでお客さんも私が担当してチップをくれるときに、このチップってあなたに行くのって聞いてくる人もいるんですね、はい、でみんなになったらいいけどあなたになったらあげたいっていう人もいるんですけど、やっぱりそこは信頼関係になり立っているので、はい、プール制なんで私がもらったとしても全てそれはもうみんなで分けるって感じになっています。足して割るということですね、はい、まあ、でもまあ足してじゃあ終わりましたと、まあ、なって、そのチップだけでだいたいどれぐらい行くものなんですか。まあ、まあ日に、1月に。そうですね、日にとか、まあ、お客さんの入りにもよると思いますけど、はい、チップだけで、あ、でもチップだけって計算したことない、はい、そしたら、はい、時間給と合わせて私は最大でもらったのが全部で5500ドルぐらいです。5500ドル、はい、でもフルタイムでめちゃくちゃ働いてる時ですね。それでも5500ドルって言うと結構いいと思うんですけど。そうですね、結構まあよ日本で正社員で働いている人に比べると全然多いので、はい、なんかやっぱり世帯を持っている子供もいて奥さんもいる方でもずっと一生サーバーの人っていうのはアメリカでは珍しくないですよね。生活していけるだけの給料を、レストランでも稼ぐことができるので、はい、一家の大黒柱のお父さんがウェイターっていうケースも珍しくはないですね、アメリカでは。なるほど、はい、いや結構今これ見てちょっとやってみようかなっていう人増えると思うんですよね。いやでも結構労働時間使う長いので体力的には結構しんどいです。さっきお聞きしたお昼ランチ終わってちょっと空くっていうのがなんかあります、はい、それ嫌っていうか。そうなんですよね。なので、近くのお店をいいお店を探すことができれば、まあ、その中抜けの時間にちょっと家に帰って仮眠したりとかシャワー浴びたりとかすることもできると思うんですけど、でもまあ自分の住んでいる地域の近くのレストランでそういう流行ってたりとかそのチップがいいような店を見つけれるかどうかっていうところもありますね。私のお店にもすごい1時間ぐらいかけて車で通勤して働いてる人もいるので、はい、そういったことを考えるともっと拘束時間が伸びちゃいますもんね。
はい、それきついですね。きついです。はい、あで今はもうフルタイムではちょっと、今はフルタイムではちょっとできないですね。はい、体力的に、体力的にもありますし、まあ、時間も拘束時間も長いので、はい、まあ、もうちょっとゆっくりしようかなと思って今はフルタイムで働いてないんですけど、はいはい、いやでも金額は魅力的だと思います。そうですね、もうフルタイムで働いてた頃はもうお金を貯めようと思ってがっつり働いてたので、はい、はい、頑張りました。で、まあ、それもやっぱレストランによると、まあ、そうですね、はい、レストランによりますね。そのまあ流行ってたりちょっと時期にもよると思うんですね。お寿司って暑い日にすごい売れるんですよ。はい、え、そうなんですか。はい、なんか知らないんですけど、暑い時にみんな多分お魚とか冷たいものを食べたくなるっていうのがあるかもしれないんですけど、はい、今日はめちゃくちゃ暑いから絶対お客さんも来ないねって言ってた日に限ってもうめちゃくちゃ忙しかったりとかするので、はいはい、そういったにも変動があると思うんですけど、はい、給料の、はい、分かりました。でそのレストランで、まあ、働くとなった場合、その例えば僕なんかが働かせてくださいって言ってさ、急に働けるものなんですか。まあ、すぐには無理かもしれないんですけど、まあ、面接応募していたら面接に来てもらって、はい、まあ、オーナーなり、マネージャーとの面接があって、はいはい、でもサーバーも今ですねコロナがあって、はい、やっぱりEDT からの生活 の、 失業保険をもらってる人が多いじゃないですか、はい、でその失業保険がそのコロナのずっと延長されてたのが大体 9月に切れるって聞いた気がするんですけど、はい、そのコロナがあってから結構みんなもう失業保険もらえるから働かなくていいやと思って結構働いてない方が多いんですね、はいはい、なんで今はもうどこのレストランも求人めちゃくちゃ募集してます、はい、あ、そうですか。はい、でもうコロナのお客さんの入りも、ま、コロナ前のみたいにほとんど戻ってきているレストランが多いので、はい、人手不足っていうところがどこでも起きているのでレストラン業界はもうめちゃくちゃ人手不足なんでぜひ挑戦してみたい方はチャンスです。なるほど。いやでも僕の周りとか結構いやなかなかその年が心配だとか。全然大丈夫です。アラフォーとかでも大丈夫なんですか。全然大丈夫です。めちゃくちゃ私もアラフォーですし、はい、もうもうなんかその若い世代もお年を、はい、まあそこまで召した方はいらっしゃらないんですけど、まあアラサーアラ全然います。あ、そうですか。はい、はい、ではそれまあお金ちょっと、まあ、なかなか不安だとまあ、思われている方、レストランは今もすごく盛り上がっているので、でまあ、5000ドル月に稼げたら、まあすごいと思いますよ。うんうん、そうですね、日本に比べ、日本の正社員でもそうですもん ね、うん、ね、初任給だったら何万円ぐらいもあるんだ、25万円ぐらいかな、はいはい、に比べたら、そうですよね。なるほど、分かりました。ではですね、まあ、アメリカで、まあ、今なかなか仕事がないというか、まあ、厳しいという方、まあ、でもレストランですと今人を募集してますしこれぐらい稼げますということで、まあ、実際にされている、まあ、ユタさんに、今日は話していただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ユタさんはですね、YouTube 動画で、まあ、観光情報とかもお話しされているんで、まあ、僕のチャンネルでもですね、まあ、今、他にもちょっとこれから撮らせていただくことになってるんで、うん、はい、まあ、ユタさんの方のチャンネルの方も見ていただければと、まあ、僕も出てると思います。はい、ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ダメですかね。なんかもうすごいなと思って。だって、多分すごい、浩平さん多分時間も。